あのボブ、意味が分かんないぞ。ボブ聞いてるのボブ、見てるだろお前。ボブね、これはいいんだ、これはいい。なんだこの袋、なんだボブソンって。これアマゾンか、マークまで真似してんじゃねえぞ。これはひどいね、パクリじゃないかこれお前。完全なるネタじゃないかこれお前。おっぱいは世界を救う。はい、こんにちは。東日本、ペヤンガ救う会の会長の李平大佐です。今回、どうしようかな。そんなにお湯沸かしてもらって、さっきまで沸かしてたんだけどさ。これかな。ペヤング高菜明太味ピリ辛で、こちらレビューしたいと思います。まあまあこれが本当先なんだけど、まあしょうがないよね。順番的に本当はベジタブルワールド行きたいんだけど、この高菜明太の気分は高菜明太なんで、こちらの方行きたいと思います。とりあえず、ペヤングのピリ辛高菜明太味、熱湯3分、完全3分ですね。今日は高菜明太ですね。あ、そのままか。いつものエネルギー560キロカロリー、タンパク質 8.3、脂質 32.9、炭水化物 57.7、食塩相当量 4.1 ですね。まあ、いつもの通り、ちょっと開けてみたいと思います。その前にね、すいません、激辛ソース竜兵様でいただきました。ありがとうございます。なんで俺にペアもあるのか。あとね、こちら愛するボブから超重い焼きそばバカウケ、なんだこれやってるで、ケンちゃんから味噌つけて、味噌かけて、味噌これね気になってたからよかった。これね万能味噌だれみたいなんで、ちょっとこれはとんかつとかそういうやつで、ちょっとペヤングに合わないだろう。ちょっとねかけてみたいかな。あとね、なんかね超大丸丸せんべいとかこういうのももらったんで、ちょっとまあこの辺のレビューはまあ後々上げていきたいと思います。じゃあ高菜明太開封します。いやーこの袋を取ってきたいというこの気持ちがね、すごいマシマシになって、まあ、ね、あ、切れちゃった。よし、蓋を開けて、入ってるのが、火薬、ソース、刻み海苔。刻み海苔マジかよ。まあ、とりあえずこちらの方に火薬を入れて、明太子の乾燥が入ってる感じですね。よいしょ。じゃあこちらお湯3分ですね。ソースがなんだかね、なんだこれ、なんかなんかピンク色の超激辛の時のソースの色そっくりですね。こんな感じね。よいしょ。それでは3分。今日はねコーラだと思うかと思うんですけどね、まあいつもの、まあ、トップバリュー30円コーラ。この間ねうちのね貸し切りでアッキーにねサーモスのコップもらったんで、なんか遅い誕生日プレゼント今回しらしいんだけど、2つもらったんで大事に使わせてもらいたいと。酒飲まないからね、ちょっとビールじゃなくてコーラですいませんけど、ありがとうございます。
なんかね、これで飲んだら美味しさが倍になるような気がする。で、本日ね、差し切りネタなんですけど、ボブ、意味が分かんないぞ。ボブ聞いてるのか、ボブ見てるだろお前。ボブね、これはいいんだ、これはいい。なんだこの袋、なんだボブソンって。おい、アマゾンか、マークまで真似してんじゃねえぞ。これはひどいね、パクリじゃないかこれお前。完全なるネタじゃないこれお前。これ必死にマジックで書いたんだよ、うちで。こういうネタは大好きです。で、中にね、いろいろ入ってたんで、ボブありがとうね。ボブ知りたい方、私の夕日サバの貸し切りに、前回か前々回かな、忘れたけど、そちらの方にもう出てますので、皆さん見てあげてください。まだ時間あるんで、ちょっといつもの、これでも行ってみたいと。いやー、音伏せなくて。キャンプに行きたいんだよね、キャンプにね。今絶賛ね、大洗キャンプ場、動画撮影のやつの編集中かな。まあ1本上げましたんで、あと1本かな、2本立てていこうかな。まあ、この後ちょっとやろうと思うんですけどね、今日雨降るっていうんで、まあ、これ食べるとかじゃなくて最初から雨予報なんで、雨降るっていうんで、聞いてる雨予報だからね、俺のせいじゃないから、まあ、雨降るっていうんで、まあうちで詳しく編集でもして、来週にはゴールデンウィーク、今週まさかゴールデンウィークも入るし、ちょっとなんかマンボウまん延防止マンボウとか出て世間大変です。まあそんな無事を言ってもしょうがないんだけど、ヤングでも食べてケーキでもつけましょうよ、うん、これ後で食べてみようかな。今さ、このさ、超大丸せんべい、これをレビューしてもさ、要はさ、なんて言うんだろうね、終わりじゃんすぐ。あ、これと一緒に食べればいいの、喋ってる間にこれやればよかった。次回、なんかのペヤングかなんか撮るときに、こちらも一緒にあげたいと思います。面白いじゃんな。あ、すぎちゃった。時間経ったんで、湯切りですね。完了です。うわ、魚ですね、完全にね。こんな感じですね。いやー、明太子の色入ってるな。じゃあソースを入れて、これさ、赤いよね。なんか超激辛の時のさ、赤さに似てちょっと怖い雰囲気、真っ赤ですね。赤いな、これ。なんでこれや。ピリ辛じゃないんじゃないの、これ。もしかして。いやー、やばいんじゃないの、これ。こんな赤いよ、ほら。じゃあ、混ぜてみますかね。うん。これお湯、ちょっとギリギリちょっと失敗したか、なんか水が溜まってるような気がする。明太子ちゃんと入ってるよ、ほら。うわぁ、まあ金服かな、これな、池さんかもしれない。じゃあ高菜明太ピリ辛実食。
ピリ辛、うん、刻み海苔言うの忘れたというか、ちょっと前刻み海苔苦手なんで、ちょっと今回省かしてください。これなんつうんだろうね。これも眉。今回ね、全くソースの味ですね。ちょっとピリ辛だからソースが赤いんでね。で、これ明太子が美味しい。まあ強いて言えば高中もっと欲しいかな、うん、そんな感じのペンですね、うん、結構ね俺はあんま好きじゃないごめん丸かしょくすけど俺はあんま好きじゃない、うん、やっぱりペヤングソースにかなうもなし、うん、ただ毎回まあ言ってますけど、ペヤングとして考えなければ美味しいんですよ。ペヤングの美味しさが知ってしまってる私としては、もうかじゃあ代わりだに食うなって話ですけど、うん、まあ、まゆはまゆ、ただ俺の好きな味じゃないってだけで、うん、これは買ってもそうはないと思います。まあ要は要約すると高菜明太ですね、うん、あ、そのままかちょっとピリ辛、ちょっとピリピリってくる感じで、あんまり辛さは来ないですね、本当に。まあ眉は眉なんで食べちゃいますけどね、うん、眉、まあ高菜明太、変わり種の中では、うん、ちょっと美味しい方というか美味しいんで、うん、おすすめできる方ですね、うん、まあこんな感じです。でこれちょっと置いといて、今回これいっちゃいましょう。ペヤング超大丸せんべいキャベツ入り。これ伸びちゃう、食べる食べる、うん、はい、ね、じゃあ行ってみたいと思います。これもね、ゆうへいサブでもらったやつなんで、うん、せんべいだね。見た感じね、なんだろうね、醤油せんべいってわけじゃねえんだよね。え、醤油のわけねえ、ソースだろ、ソース。まあどうだろうね。じゃあいただきたいと思います。うん、うまい、うまい、うまい。すっげえソースの味がいい。うん、うん、ソース好きにはね最高のせんべいかもしれない。こういうの待ってたんだよ。俺マユだ。あのね、基本的にソース好きな人、せんべいって醤油じゃないですか。ソース的にはもうたまらないせんべいってやつだね。うん。ペヤングの味は、ペヤングソースの味はほんのおりかな。いつものペヤングの味はしないけど、うん。すんごいマユだ。うん。これはおすすめ。高菜明太もおすすめではない、おすすめではあるんですけど、こちらの方がおすすめ。これどっかで売ってたら確実に買いますね。うん、ちょっとこれ後で買いだめしたいと思います。これサバゲーとかキャンプに最適だと思います。ハッピーターンの隣に置きたい感じかな。うん、まあこんなレビューですかね。うん、なんか今日もかグタグタしたレビューになってしまって申し訳ない。ま、以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回ペヤングでお会いしましょう。
それでは、さよなら、さよなら、さよなら。